今散歩してます。トンデム散歩してて、あの、うん、トンデムに向かっていったんだけど、見てこう、トンデム、ハングトンダっていうのがあって、見て、値段、1匹450円です。え、嘘でしょ。あ、本当だ、ほんまり。うん。社長。うん。そうですね、砂肝も売ってます。あ、奥好きじゃん。うん。食べてみる？食べてみる。あれが、え、あれ何？どのサイズで出てくるの？ハンマリってだって1匹でしょ。食べてみよう、まあ、食べれないって。1匹だよ、1匹。あれでしょ、だって。私も食べるから、いいよ。ユクバラさんね。ええ。あ、一応あるんで、ユクバラさん。あ、温泉さんねよ。450円。いやー、さねよ。하루에몇마리나팔리세요엄청팔리겠네와스무리 こんな値段ないよないないない、응、これは楽しみだカスビールですいやこれはおっくんがね、ちめちめ朝9時やねん私は飲まないんですけどだからそういうあれでしょ体験ってことでしょ赤井さんこれ体験しますよ、うん、朝からそう実際うわめっちゃ冷えて今回の旅行そんな食べてなかったじゃんいやまあまあそうですけどどうぞ食べさせないと申し訳ないので赤井さんにはえってそんないいって飲んでくださいじゃあ、皆さん韓国で鮮脈茶初めてじゃない鮮脈茶初めてそうかなうんじゃあ鮮脈茶初めてうんじゃあわあ、この音と一緒に飲むんですよちょっとうまうまいてか、カスビール、うん、あのほら缶で飲んだことあるじゃん、うん、瓶も大きくあの缶とか瓶で飲んだことあるじゃん、うんうんうん、めっちゃうまいえ、なんで朝からのビールちょっとあの、申し訳なさもありつつ酔っ払だから、ね、罪悪感もありつつめっちゃうまい耳で揚げる音感じながら、うん、そうそう五感で食べるんですよ、五感、うん、いい音これ贅沢ねこれ最高じゃないこれマジで奥もやってたどういうの何を朝からこのチキンとやったことないない最高おちょうどいい感じじゃない、うん、もうちょっと朝ね量すごい多くはないでしょ、うんうん、だから生と一緒にどうぞどうぞいただきますはいうん、うわ熱いあ、うまっ塩つけなくてもおいしいかもあ、そうサックサクうん、私もちょっといただきますねうんチキン、今回初めてだな、うんマスケツや、うん、いいねうまっあった、うん、朝からのおお美味しいじゃん、ねうん、なんだろう揚げてんのにめっちゃ軽い、うん、ねこのぐらいがなんかいいねおいしい食べるとはまだ3匹ぐらいいけるかもしれないいけるいける、うん、筋トレした後ならいけるかも、うん、これ今さっきのスープ飲んだ20分後ぐらいに食べてますよデザートとしてちょうどいいうまっ
美味しいじゃん。日本で言うとケンタッキーを朝から食べてる感覚で韓国人の方は食べる感じですね。朝から食べる。日本人ケンタッキーってさちょっと重いじゃん。重い。どうも俺もちょっとあんま食べたことないけど。どうなんだろう。朝からでもチキン食べるとそんなにないよ。韓国？うん。あ、そうなの。でも食べても軽いの。だって売ってないじゃん。韓国？うん。あ、珍しいの。朝からこうやってやってるの。普通、まあ夜か。うん。昼？めっちゃいい音する。揚げの。韓国って最近チキン屋さんがたくさんあって。ある。うん。味がそれぞれ違うんですよ、うん、昔のチキンっていう名前あの感じがあって、うん、味がね、そんな味なんですよ。確かに今あのチーズ味とかヤンニョムとかいろいろあるけど、うんうん、俺もこれがちょっと一番シンプルでうまいと思う、うん、そうそうそう。これ初めて食べるよね、こういうスタイルの、うん、これうまマジでうまい。やっぱり値段が安い分チキンモとかはね買わないとダメだ。何？大根とかあったじゃん、チキン食べるとき。うん、50円とかソースも50円で売ってる。あれソースか、うん、いや、いらないよ、ね、美味しいもんだってそのままで。これとビールか。元祖チメ。アイスアメリカの飲まなくてよかった。アイスアメリカの飲まなくてよかった。さっき。なんで？え？なんで？これとこれじゃん。あ、これね。ビール飲むからね。そう。いや、これ食べた後飲もうよ。いらない。アイスアメリカの。本当にド S だね、あなたね。赤木さんをどうしたいのよ。いいねどうでした？カスビール。ちょっと物足りなかったね。あのなんかちょっともうちょっと欲しくなるね、これね。ビールにもね、ソースちょっと入れてさ。あれそうめんね。これぐらいがいいな。いい。なんか本当悪いことしてるわけじゃないけど、悪いことしてるみたいな。朝からね。朝だよ。だって俺人生で初かも。飲んだの？この時間よ。だって9時とか。あ、そう。ゴルフとか行くと結構朝飲むんだよ。だってゴルフ行かない。例えばゴルフ行ったとしてもプレーに集中できないくらい飲んだら。でもね、そんなもないの。朝から飲むのはやっぱやめた方がいいと思います。やっぱちょっと中毒になる。そうね、うん、で気持ちいいのは分かるよね。そうそうそう、まあ、旅行だからね。そうそう、うん、ちなみにここは現金しかできない、はい、お、なんか珍しいですね。珍しいね。珍しいよ、かなり。そう、だから要注意です。そうね、現金持ってきてくださいね。なんか面白いのが急に後ろに見えてさ、うん、そのままこれ、うん、どこや。400円。床屋が400円。うん、だから髪の毛切るのが。どこカット。どこ、これ。あ、そうだ、これだ。うん、染めるのは600円。染めるの400円でどういうこと。やる？やる？え？やる？やらない。行こう行こう。すごいね。すごいね、うん、日本ってほら1000円カットでわー安いとかなるじゃん。そうだね。